円単位の端数処理により合計額に差が出ておりますことをご了承ください。質疑はないんですが、資料の2ページの8の合計と合計がちょっと違うんじゃないですか、数字が違うんじゃないかと思うんだけど、これ4じゃなくて5じゃないかなと。端数処理により合計額に差が出ております、差が出ております。山本委員、先ほど説明があった端数の件でしょうか。そうあそこ数字がちょっと違うんじゃないかと思うんですが、おっといいですか、はい、北森課長。先ほどご説明した通り、その端数処理の関係で8番の合計額と最終の期間の合計額というところに差が生じているということになっております。広島市なんかに合わすということは検討というのは非常に難しいんでしょうか。本市の場合はこの度仮算定を廃止して本算定のみにしたいというふうなことで思っておりますので、事務手数料が増えるんじゃないかなと単純に思うんですが、今回の見直しということはコストの削減にもつながることかと。こんにちは、日本見守り党の篠野目真子です。産業構成常任委員会で保健課長になった北森課長などへ製紙会の山本勝議員らが質疑を行いました。まずはこちらをご覧ください。2024年度の国保税の徴収はですね、7月からになるかと思うんですが、この税率変更の通知ですよね、例年やられてると思うんですが、ちょっと忘れてしまったんですが、7月度の初めて徴収されるときにその通知が出るのか、あるいは事前に住民の皆さんにお知らせしてする機会があったのか、すいません、ちょっと忘れてしまったんで、そこを説明いただきたいと思います。答弁を求めます。竹本税務課長。保険税率の改定ですけれども、7月の、第1期の納税通知書の中にもお知らせしますけれども、ホームページ等とかでも、早い段階で決まればですね、早い段階で市民の方にも周知させていただきたいと考えております。以上です。よろしいですか、児玉委員。7月の通知では我々も見るんですが、実際に変更になった分ホームページ開けながらかなりおられるんですよね。で、通知があった時に上がっとるというのをよくお話を聞くんで、そこの通知のあり方をですね、広報活用するとか、もうちょっとこう何か高齢者の方でも分かるような方を一つ検討いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。答弁を求めます。竹本税務課長。はい、ホームページ等とかで見られない方もおられるということなんで、広報とかでの通知、お知らせも検討していきたいと考えております。以上です。よろしいですか、他に質疑はありませんか。委員長。岸戸委員。はい、分かりました。取ってなかったということで、新しく、受益者負担割合が 2.8% という明記になってますが、おっしゃるように福祉施設ということで、この他の公共施設とは違う、どうですか。今までだったら あるべき使用料とかいう形で使用料を推定するものを他の施設ではお示ししていますが、この度はそのあるべき使用料という目標値というものは、設定というものはないということでよろしいんでしょうか。答弁を求めます。他の会長。はい、あるべき使用料、年間どれぐらいの使用料を徴収するかというところにつきましては、どれぐらいの利用団体があるかということと、その利用団体が、減額または免除の対象になるかというところが関わってくるかと思いますが、今現在ご利用、この2023年度においての試算なんですけれども、ご利用になっておられるところが、地域の、例えばちょっとサークルのようなものであったり、学びの会のような、そういった趣味といいますか、自己学習のような、会であったり、あとは高齢者の方のサロン
そういったような、まあ、地域団体ですね、趣味の会もありますし、まあ、それらの利用の状況、時間数等を見まして、今試算しておると年間今年度の使用見込みの状況では36万程度になるのかなというふうには計算しておりますが、まあ、どれぐらいご利用になるかによって変わってくると思います。利用料金については床面積で他の公共施設と同じように、税抜きで940円という設定をさせていただきます。以上です。よろしいですか。はい、ミスター・ビン。まあ、もっと言えば利用率を高めれば多少は受益者負担が逆に増えるということで理解してもいいわけですかね。支払う料金が増えればということですよね。答弁を求めます。岡野課長。先ほど少しご説明しましたように、コロナ禍で少し利用が減ってはおりますが、昨年度ぐらいから少しずつ利用が増えてきてはおります。でこの料金設定をさせていただいて、まあ、この料金でお使いいただくということになると、まあ、利用者の方々、利用団体が利用料金の対象になる団体の方が増えると、当然その利用料収入は増えるということにはなろうかと思いますが、まあ、利用料が設定されることによってどのようにそこが変化するかはまだ未知数なところがあります。以上です。よろしいですか。はい、他に質疑はありませんか。小玉委員。福祉活動で使われる公共施設ということですが、これ他にはもうないというって思っとっていいんでしょうか。これがいわゆるこの施設だけだったということでよろしいですか。どうぞ。岡野課長。はい、社会福祉課の方で所管しております、施設の中ではですね、昨年度、老人福祉センターの方を、まあ、これについては今老朽化等のいろんな問題がありまして今閉館となっておりますのと、フレーセンター生き生きの里というのを、これは社会福祉協議会の方へ、昨年度譲渡をしておりますので、はい、今こういった形で使っている施設というのはここだけという形になると思います。もう一つ保健センター、秋田方市の、保健センターがあるんですけれども、ここについては、まあ、ほぼいろんな、社会福祉協議会の本庁であるとか、基幹相談支援センターであるとか子ども発達支援センターは、まあ、ほとんどもう埋まっているというような状況で、まあ、一般住民の方の利用はほぼない状況ですので、実質としてはここだけという、このフレアセンター、ここだけというふうな認識でおります。以上です。よろしいですか。他に、質疑はありませんか。質疑なしと認め、これをもって質疑を終了いたします。次に議案第13号、秋田方市介護保険条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。執行部より説明を求めます。北森保健医療課長。本案は介護保険法に基づき令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画期間中の介護保険料を定めるほか、保険料段階の判定にかかる基準の整備および普通徴収にかかる納期を変更するため介護保険条例の一部を改正するものです。説明資料の1ページをお開きください。介護保険財源内訳の円グラフをご覧ください。介護給付費と介護予防日常生活支援総合事業費については公費と保険料部分が半々となっております。包括的支援事業および任意事業については第2号被保険者の保険料が財源として充当されないため、その分公費の割合が高くなっています。介護保険第1号被保険者が負担する保険料は原則保険給付費の 23% 部分を65歳以上の被保険者で安分し、1人当たりの保険料基準額を算定します。算定の元となる保険給付費については3年ごとに策定する介護保険事業計画に定める介護給付費等対象サービスの見込み料に基づいて推計します。2ページに
第9期計画期間における推計値を記載しています。8欄が各年度の事業費見込み額で、計画期間3年間の合計では126億6227万5000円と推計しています。なお円単位の端数処理により合計額に差が出ておりますことをご了承ください。3ページをお願いします。介護保険特別会計における介護給付費準備基金の状況です。決算上生じた剰余金を積み立て、保険料収入を補う財源として取り崩して充当しています。今年度末の基金残高見込みは約3億3300万です。4ページをお願いします。2ページの表で算定した丸3欄の事業費合計額に 23% を乗じ、丸7、丸8の国費負担分を差し引いた額が丸9の保険料負担相当額約25億4000万円となります。ここに保険料を引き下げ財源として介護給付費準備基金の一部を充当します。充当する額については、今後保険料が高騰することを想定して3年間で基金残高の約 25%、 8500万円としました。その結果、保険料の基準額を現行より3000円引き下げた7万8000円、月額平均6500円とするものです。5ページ、6ページをお願いします。5ページが改正前の現行条例、6ページが改正後となります。第1号保険料は所得段階別の定額保険料の仕組みとなっており、第5段階が保険料基準額となります。この度、国の定める標準上率及び基準所得金額の改正に伴い、保険料段階を現行の11段階から13段階に改め、基準額に対する上率及び各段階の所得額を変更します。この見直しは多段階化、高所得者の上率引き上げ、低所得者の上率引き下げにより低所得者の保険料上昇の抑制を図るものです。7ページをお願いします。来年度より介護保険料の納付方法が普通徴収の方について、仮算定を廃止し本算定のみとします。また納付回数を年6回から8回に増やし、それに伴い納期限を変更します。仮算定を廃止することにより、介護保険料の通知が年1回の分かりやすい保険料額となり、納付回数を増やすことで1回に支払う額を減らすことができます。次に議案書をご覧ください。表の左側が改正後です。2ページをお願いします。第4条第1項の下線部分、本条例案によって改正する保険料率は令和6年度から8年度までの3年間に適用するものです。同項第1号から4ページの第13号までが保険料率、同条第2項から4項までは市民税非課税世帯に属する第1段階から第3段階の方に対する軽減措置の改正です。第5条は普通徴収にかかる納期の改正です。この条例は令和6年4月1日から施行します。以上で説明を終わります。これより質疑を行います。質疑はありませんか？金木委員。はい、1点お聞きします。保険料は年度から下がっている要因ですが、あれは利用率か、高齢化等々のいうことだと認識しているんですが、他に何か要因とかいうのがあるのですか？お聞きします。答弁を求めます。以上。北森課長。はい。介護保険の利用の見込みが当初多く見込んでいたところ、実際にはそれほど給付費が伸びていないということから、一定程度この、期間中に基金の方が積み上がっているということがありますので、その基金を活用しての、保険料の引き下げということになっております。以上です。よろしいですか？はい。他に質疑はありませんか？
質疑なしと認め、失礼いたします。山本雅委員、質疑はないんですが、資料の2ページの8の合計と合計がちょっと違うんじゃないですか、数字が違うんじゃないかと思うんだけど、42億1444円、これ4じゃなくて5じゃないかなと思いながら、山本委員、先ほど説明があった端数の件にでしょうか。2ページの一番最後の段、期間合計については、先ほど円単位の端数処理で、そうそうそう、あそこ数字がちょっと違うんじゃないかと思うんですが、おっと。いいですか。はい、北森課長。以上。はい、これにつきましては、4ページの方を見ていただけたらと思うんですけれども、4ページの丸3番にこちらの方は円単位で記載をさせていただいております。事業費合計の欄について円単位で記載しているものをそれぞれ1000円単位に端数処理をさせていただいた結果、そこの金額、2ページの金額となっております。先ほどご説明した通り、その端数処理の関係で8番の合計額と最終の期間の合計額というところに差が生じているということになっております。以上です。はい、他に質疑はありませんか。児玉委員、これは納付年に8回、国保も一緒なんですが、こう広島県内の市町がありますけども、これは大体統一された年の徴収回数なんでしょうか、それともばらつきがあればちょっと説明お願いしたいんですか。北森課長。はい、県内市町において、それぞれ納期というのは回数も納期 の、 始まる時期も異なっております。県内市町において仮算定の方を実施をしているところは、本市を含めて6市町ということで、仮算定を実施している市町の方が少ないという状況にあります。以上です。以上。はい、児玉委員、国保も合わせて一緒なんですが、例えば広島市にすると回数が多いですよね。納付回数が8回より多かったんじゃないかと思うんですが、違いますか。答弁を求めます。北森課長。はい、広島市においては、12回というふうに認識をしております。児玉委員、いわゆる皆さんがよく比較されるときに、広島市が安くて秋田方市が高いと単純に数字だけ見られて引かれた時の月を見てよく思われるんですよね。でそこは仕組みをご存じないわけですね。広島市は12回ですよ、秋田方市は8回ですよということがあると、どうしてもこう皆さんの感覚的に秋田方市はその調子があった月だけ見て高いと、取られるようなことがちょくちょくお話がよくあるんで、こういう回数の見直しっていうのはある意味広島市なんかに合わすということは検討というのは非常に難しいんでしょうか。回答を求めます。北森課長。広島市のように、12期に分けてしますと4月から徴収を開始する必要があります。そうなりますと、先ほど言いました仮算定の方をして、一旦仮で試算をした額で、納めていただくということになりますけれども、本市の場合はこの度仮算定を廃止して本算定のみにしたいというふうなことで思っておりますので、そうなりましたら所得が確定する、時期以降の7月が納付の開始月となりますので、毎月納付していただいても最大で8回ということで今回お示しをさせていただいているものです。以上です。よろしいですか。はい、はい、他に質疑はありませんか。委員長。はい、先ほどの児玉委員の言われる徴収のところなんですが、徴収の回数を逆に増やせば、
事務手数料が増えるんじゃないかなと単純に思うんですが、その辺は、心配するような金額ではないんでしょうか。答弁を求めます。北森課長。はい、実際にこの回数を増やすことによって事務手数料がどのぐらいかかるかという具体的な試算の方はしておりませんけれども、やはり住民の方の利便性であったり、それから、職員の方の事務の負担軽減ということから考えまして、今回の見直しということはコストの削減にもつながることかと考えております。以上です。よろしいですか。はい、他に質疑はありませんか。質疑なしと認め、これをもって質疑を終了いたします。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認め、討論を終結いたします。これより議案第13号秋高田市介護保険条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。法案は議案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって法案は議案の通り可決すべきものと決しました。以上で議案第13号の審査を終了いたします。いかがでしたか。今回も石丸市長の出番はありませんでした。明日から行われる予算決算常任委員会に向けて一休みといったところでしょうか。その代わり有能な執行部が的確に答え市長をサポートしているように思います。予算決算常任委員会で議論される財政は市の運営に最も重要なものであり、議会だよりへの予算執行見送りの件など興味深い議論が多数行われる模様です。どのような質疑が行われるか注目して見守りたいと思います。さて皆さんはどう思いましたか。コメント欄で感想を教えてください。またこのチャンネルでは最新の政治ニュースとみんなの感想を毎日取り上げています。あなたの感想に近いコメントがあったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。